ルブリン合同以前のポーランド王国とリトアニア大広国1569年のポーランドリトアニア共和国ルブリン合同もしくはルブリン連合は1569年7月1日に成立した制度的同訓連合である。これによりポーランド王国とリトアニア大公国はポーランドリトアニア共和国に統合された。実質的には ポーランドによるリトアニアの併合であり、ポーランド・リトアニア共和国は、占拠された一人の君主、元老院、合同議会によって統治されることとなった。これは、リトアニア大公国が、モスクワ・ロシアとの戦争によって危険な状態にあった、ことが原因だった。ヤン・マテイコの手になる、ルブリン合同。合同300周年にあたる1869年に、完成した。 中央で十字架を掲げているのは、国王ジグムーンと二世アウグスト。その横で、調印文書を抱え右手を聖書に置いてひざまずく。黒服の人物は合同推進派のヤクプウハンスキ。その後ろに立つ白い服の人物が、マルチンズボロフスキ。ウハンスキの隣でサーベルを握ってひざまずく。赤毛の人物は、ミコアイラジビウルリコールリ公爵。左の方で、 黄色の装服をまとって椅子に座る聖職者は、下にスワフ補助手る奇境、画面右端で農民の手を引いている白ひげの人物は、政治思想家、アンジェフリッチュ・モジェフスキ。ここでやや場違いに登場している農民は、未来のポーランドを象徴している。ルブリン合同に対する見方は、歴史家によって異なる。ポーランドの歴史家は平和的、自発的な手続きや、 制度的な信教の自由、多民族による多文化主義、多くの政治参加者による議会制民主主義などといった、ポーランドの自由主義とコセモポリタニズムの文化とその理念が広まったことなど、性の側面を強調する。リトアニアの歴史家は、より民族主義的、国粋主義的な立場をとり、リトアニア貴族とポーランド貴族の参政権は平等であったにも、 関わらず、リトアニア大公国において、文化のポーランド化が進んだことから、ポーランドによる支配であると主張する。また、連合国の農民は、その他の地域よりも自由を手にすることになったと指摘する、歴史家もいる。実際に、一部の農民は、モスクワロシアから逃げてきている。法的見地からすると、合同によって、リトアニアのマグナートは、 地位の低い多数のポーランド貴族と同格となってしまうため条約が調印されるまで長い論争があった。しかし、リトアニアはモスクワ大公国との戦争で徐々に形勢が悪化しており、16世紀後半からのリボニア戦争でモスクワロシアに完敗することでモスクワ側に合併される事態を恐れていた。一方、ポーランドの貴族は見返りなしに リトアニアに援軍を派遣することを渋っていた。そのような中、ジグムント二世イアウグストは、リトアニアへの脅威を鑑みて連邦化を強く求め、徐々に支持者を増やしていった。1567年に1月、ポーランドのルブリンで議会が開かれたが、合意には至らなかった。合同締結へのポーランド人の強い圧力に抗議して、ビリニュース県知事ミコアイラジビウルディに引きられた。 リトアニア人は、ルブリンを3月1日に離れた。彼らは、ジグムント2世イアウグストが決断することを恐れていた。3月26日に、ジグムント2世イは、リトアニア人が支配する南部の土地であるポドラシェ、ボルイーニ、ポジイリャ、キエフ地方をポーランドに割譲するようにシュラフタから、強要された。 これらのルーシの歴史的な土地は、現在のウクライナ領土の半分以上を構成しており、当時上流階級を、主にルーシ系が占めていたリトアニアにとって、重要な土地だった。この時、ポーランド王に忠誠を誓うことを拒否した、ルーシ系リトアニア貴族は領土を剥奪された。しかしこれは、ポーランドが、ルーシ系リトアニア貴族を迫害したのではなく、 ポーランドとリトアニアの完全な合同により、地方文献から中央集権への転換を望む、ポーランド・リトアニア両方の貴族の大多数による決定であった。ルブリンを離れた、ルーシュ系リトアニア貴族は、ヤンカロル・ホトキエビチの、チチアン・ホトキエビチに引き入られて帰還し、ミコワイ・ラジビウルディとは、若干異なる戦略で交渉を継続した。政務の議員は、 リトアニアのポーランドへの完全な併合による中央集権化とそれによる国家財政の強化を望んでいたが、ルーシュ系リトアニア人は反対し続け連邦国家の形を取ることで合意した。1569年6月28日、最終的に交渉はまとまり、7月4日にルブリン城で王によりこの法令への調印が行われた。この合同の後、 ポーランドはリトアニアに対して軍事支援を行ったが、以前に併合した地域を返還することはなかった。この地域の土着の貴族であるルーシュ系リトアニア貴族は、ポドラッシェ、ボルイニア、ポドリア、キエフ地方のポーランドへの併合を承認せざるを得なかった。ルブリン合同は、ジグムンと二世の異業であるが、大いなる失敗でもある。この合同によって、 ポーランド・リトアニア共和国は当時のヨーロッパで最大規模の国家となり、以後200年以上この繁栄は続いたが、ジグムント2世は実行可能な政治体制への変革を成し遂げることに失敗した。ジグムントは国家を下流貴族の支持で強化し、下流貴族とマグナートの力のバランスを取ることを望んでいた。しかし、連合国家のすべての貴族は、 法の観点から理論的には、等しい地位にあるにもかかわらず、マグナートの政治力が著しく衰えることはなく、結局アイロなどで腐敗していくこととなった。その結果として、周囲の国家が強い中央集権的な、絶対王政に発展しているのに対し、王の権力は徐々に衰えていき、連合国家の黄金の自由体制は、 政治的混乱状態へと陥っていくこととなった。ルブリン合同では、二つの国家は合併はしたものの、それぞれかなりの程度の自治権と、個別の軍隊、国庫、法律、政権を維持していた。リトアニアとポーランドは、理論的には等しい立場だったが、より大きく、文化的にも、魅力的なポーランド側の力が、支配的となっていった。また、 人口の差によって、議会におけるポーランドとリトアニアの大義士の比率は3、1と、ポーランドが上回っていた。ルブリン合同の立案者たちは、リトアニアとポーランドが実際よりも密接に結びつくことを期待していたが、1566年の第二リトアニア法典が効力を失っておらず、その条項の一部は、ルブリン合同法と実質的に違っていた。 最終的には、1588年に、第3リトアニア法典が成立したが、これも多くの点において、ルブリン合同と相反していた。したがって、ポーランド貴族は、ルブリン合同の調印時に、合同法は、いかなる法にも抵触することはないとされたことを理由に、リトアニア法典を違憲であるとみなした。しかし、リトアニア法典の下で、ルブリン合同法は宣言された。 リトアニア法典は、ルブリン合同の直前に、ポーランドに併合された、リトアニアの地域でも使われた。これらの法体系の不一致は、長年続いた。リトアニア人のマグナートの権力を制限し、連邦の法を統一する試みは、結果として、公益級法運動に至った。これは、1697年の大韓議会での公益級改正で最高潮に達し、 1698年4月の議会で文書で承認された。ポーランドとの合法後、リトアニア貴族は、ポーランド人と同様に、リトアニア領土を統治する正式な権利を有していた。しかし、カトリックが支配的な連邦における政治的昇進は別の問題だった。文化や社会生活においては、ポーランド語及びカトリック教会は、ルーシ貴族の間で、 支配的となった。しかし平民、特に農民は、自らの言語及び信仰を保持し続け、このことが、連邦のリトアニアと、ルーシ地域において、下流階級の人々と貴族の間に著しい、亀裂を生じさせることとなった。一部のルーシ貴族には、正教会への信仰を断固として堅持し、ルーシ正教会やルーシ学派に寛大に振る舞うなどして、 ポーランド化に対して抵抗するものもあった。しかし、その後の世代にとっては、ポーランド化の圧力へ抵抗する動機が薄くなり、最終的にはほとんどすべてのルーシキ族が自ら、ポーランド化していった。ルブリン合同によって成立した、ポーランドリトアニア共和国ポーランド王国リトアニア、プロシア交流リ,リボニアエストニアオリーブ色の活字及び、境界線は、 現在の国名及び国境線ルブリン合同は、スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキ王が起草した5月3日憲法にとって変わられ、1791年から連邦国家だったポーランド・リートアニア共和国は、立憲君主制に基づく議会制民主主義による単一国家となった。しかしこの超近代的憲法は、民主主義による強大化を目指すポーランドを、 フランス革命と同様に自国への脅威と感じた、周辺国の武力介入により完全に施行されなかった。その後、コサックや隣国の介入の末、1795年に、ロシア帝国、ブランデンブルクプロイセン、ハプスブルク帝国によって、ポーランドリトアニア共和国は分割された。1655年、ラジビュケが連合体制の崩壊を目論んで、 スウェーデンとリトアニア大公国の合同を決めた、巨大な条約が効力を有している間、ルブリン合同も一時的に無効となった。ルブリン合同は、ポーランド王国、リトアニア大公国、リボニアから構成される、ヨーロッパの歴史上最大の国家を生み出した。歴史家は、緩やかな人的同訓連合であった、ポーランド・リトアニア合同から発展して、ついに近代的。 制度的同訓連合となったポーランドリトアニア共和国を現在の欧州連合と同様の国家形態と考えており、故にルブリン合同をイギリス諸島の連合法、その他の同種の条約と同様にマーストリヒト条約のある種の前身とみなしている。しかし、ルブリン連合は中央州喧嘩を目指して現在の欧州連合よりもより深く結びついた。 国家形態だった。ありがとうございます。